はい、クリオンです。今回の雑学は、試験勉強をするには昼と夜どちらがいいのかです。切羽詰まった試験の前日などは夜中の3時ぐらいまで、短期的に勉強して、試験に備えるという人も多いはずです。効率なことを考えると実は間違ってるんです。勉強するなら夜中よりも早朝にやった方がいいです。短期の記憶力を促進する副間皮質刺激ホルモンというものがあります。これが一番分泌されるのが朝の4時から9時朝の4時から朝の9時頃の間です。なので勉強するならこの時間帯が一番いいと。つまり勉強は早朝に一気にやるのが一番というわけです。はい。